赤郷市。赤郷市は、兵庫県の南西部、岡山県との県境に位置する市、瀬戸内海国立公園の一部をなす、西春馬県民局の管轄、旧赤郷郡。後に、中心蔵として語り伝えられることとなる、赤郷事件ゆかりの地である。毎年12月14日には、赤郷市最大の催しとして、赤郷儀主祭が行われている。 古くから塩田、揚浜式塩田、入浜式塩田、硫化式塩田が栄え、生産されている塩は、赤黄の塩として全国に流通している。市の中心部を流れる、畜佐川、名水百選の豊富な水系に恵まれた赤黄市は、水道料金、簡易水道を除く、家庭用水道料金が、国内で一番安い。元年、16 16年に付設されたとされ、 現在でも市内の随所にその遺構が残る、阿江上水は、神田上水、東京都福山上水、広島県と並んで、日本三大上水道、江戸三大上水道の一つに数えれる。針真灘に注ぐ千草川、名水百選の河口に広がる平野地に、阿江城を中心とした城下町の名残が残る、市街地と古い港町の町並みが美しく、 カキの養殖が盛んな佐古市、瀬戸内海国立公園で、阿古温泉のある岬などで知られる。阿古市は、恐竜が生息していた約8200万年前に、火山が噴火してできた巨大な阿古カルデラ、阿古コ,コールドロン中に地域が、すっぽり入る珍しい特徴の地形にあり、その規模は、南北約16キロ、東西約21キロにも及び、日本国内では、阿蘇カルデラ、 約 25km、アイラカルデラ、約2 0トルに匹敵する。カルデラに特徴的な地層で、割れ目にマグマが入り込んでできる、平行岩脈群が、赤尾岬を中心とする海岸域に多く、露出しており、現在でも見ることができる。瀬戸内海沿岸に位置する赤尾市は、日本の気候区分でいう瀬戸内海式気候に属し、一年間を通して晴天の日が多いため、 古くから塩田が栄えた。12月から2月までの平均気温は、摂氏5.1度、平成24年度であり、積雪もほとんどない。赤牛市域では、旧石器時代の遺跡、遺物は確認されておらず、赤牛市で人間の活動が確認できるのは、縄文時代早期、西周年、馬地池遺跡以降のことである。縄文時代後期以降には、 市北部のうね地区を中心に、集落の増加が見られ、弥生時代中期に入ると大規模な集落、東、うね、沖大石、うね玄、田中遺跡が出現する。弥生時代から、古墳時代には、うね玄、田中遺跡墳旧墓群、弥生時代後期や、うね群山大石方形周行墓群、弥生時代終末期、放課目山一号墳、古墳時代前期、前方公園墳、 ありむ山一号墳、古墳時代中期、ホタテ貝形古墳など、大型の主長母、主長墳が複数築かれているほか、飛ス時代から平安時代にかけても、四北部のウネ地区に遺跡が集中している。ちなみに、福浦地区を除く地域をはじめとする旧阿コ郡現在の阿コ市、アイ市、上里町域は、古代の両政国における、ハリマ国に属したことが、平城宮、 ケイアトシツドから判明している。また、和明類受賞では、ハリ国阿光郡軍の孔に八つの里が挙げられており、そのうち、佐古氏は、阿光氏佐古氏、周シ周与は、阿光氏周与、大原は、阿光氏二周シもしくはうね原に否定されていい。奈良時代から、平安時代になると地草川からの土砂の堆積により、地草川川口部、現在の市街地付近の陸地化が進行し、 徐々に集落が営まれるようになり、東大寺などが管理する荘園、石、塩なす層も成立した。中世、15世紀中頃には、カリア、現在のアコ市シカリアに、古城と呼ばれる砦出が築かれるなど、千草川川口部の集落の拡大が進む。この頃、アコ軍は、赤松市の支配下にあったと考えられている。慶長年間には、アコは、 池田長政の領地となり、相乗城,城が築かれる。その後、垂水繁左衛門勝主義による軍隊支配などを経て、池田政光が玄奈元年1615年に入法し、天正年間に一時的に行われた伊古町かまの阿公支配以来、改めて阿公藩が成立した。ちなみに、福浦地区については江戸時代を通じて岡山藩領となっている。 その後、昭法2年、1645年に二代藩主、池田隆之の改益に伴って、浅野家が入法する。しかし三代藩主、浅野長典も阿行事件によって、元禄十四年、1701年に改役された。その後、長井直弘が一時的に入法するもすぐに天保となり、宝永3年、1706年に、森永忠氏が入法、明治4年、 1871年廃藩地県まで森家が赤江藩主となった。廃藩地県後、赤江藩領であった地域の大部分は赤江県、岡山藩領であった福浦地区は岡山県となった。赤江県は姫路県、鹿間県を経て兵庫県に編入された。町村聖志港後、現在の赤江市域内には兵庫県赤江群が校長、潮屋村、 尾崎村、新浜村、佐古市村、のに、佐古市町、高尾村、うね村、岡山県分け軍福、川村、のに、日清町に、編入が存在した。2018年4月4日現在、2014年3月24日の県議会本、会議で、旧、阿古市及び、阿古軍選局は、左右軍選局と統合されることが決まった。定数は合わせて1名。 岐阜神前友好都市交流会議、通称、中心蔵サミット1989年、平成元年創設。全国30を超える市区町自治体が加盟。阿公市の呼びかけで、全国の阿公岐阜ゆかりの地となる自治体が、神前と友好を深めながら、情報を交換、地域の活性化と発展向上のために、相互協力していくことを目的に創設。 毎年開催される中心暮サミットは加盟自治体の一つが開催地となっている。義師新全有効都市間における災害応急対策活動の相互応援協定参加23自治体、中心暮サミット加盟自治体のうち23の自治体が災害時における相互応援協定を結んでいる。 兵庫県指定伝統工芸品ー石 HP 伝統的工芸品のご紹介ー石の労働力人口のうち産業就業者数の割合2010年平成22年国勢調査より前回調査からの人口増減を見ると2.243%減の5533人であり増減率は県下41市町村中19位49 行政区域中27位。JR 線では、新快速電車が朝夕直通運転することにより、京阪神から乗り換えすることなく、阪州阿古駅へ直結、大阪駅から約90分、三宮駅から約70分している。車の場合、吹田 IC から約90分、神戸 JCT から約70分で、山陽自動車道阿古インターチェンジへアクセスする。 BR 阿光線は、西あよい、佐古市、万州阿光の3駅が近畿圏エリアとして IC 乗車カード、愛古家を利用することができていたが、2018年夏に岡山、広島、山陰、香川エリア、石川エリアにその利用範囲が拡大されるのに伴い、万州阿光から長船駅間の9駅が追加される。その他、 山陽新幹線が、愛いおい駅岡山駅間で当市を通過している。なお、阿こ線の開業以前に、宇ね駅番州阿こ駅、国鉄、JR の駅とは別位置で、阿こ鉄道という私鉄線も存在した。阿こ観光情報センター JR 番州、阿こ駅構内2階にある、社団法人阿こ観光協会の運営する、観光案内所、市内および、 近隣地域の観光案内のほか、宿泊や、レンタサイクルなどの情報を提供する。土産物や儀式グッズなどを販売するコーナーもある。佐古市、都市景観百選、日本遺産。1960年以前の作品は、阿公事件を題材とした、作品参照。以下、中心蔵関連の作品は、出演者の内主役と、大石倉之助役のみ抜粋。 制作中、公開前の作品も含みます。一部、公開前の作品も含みます。市外局番は、総務省電気通信番号指定の番号区画432から2に該当し、0791、20から29.40から59となっている。郵便番号は、以下の通りとなっている。電気は、福浦が、中国電力、その他が、 関西電力となっている。これは、かつて福浦が岡山県だったためである、備前福賀駅などにその名残が見られる。赤尾岬は、近畿圏内のライダーのツーリングスポットとして有名である。ただし、兵庫県道32号佐古市三崎刈谷線は、一部区間が土、日宿日のミニリーン車通行禁止になっているので注意が必要ある。佐古市。 尾崎間に尾崎トンネルがある。これがあることにより、今まで国道2 5 5線を通る、車で15分、山際の細い道を通る、岬を通るしか選択肢がなかったが、トンネルを使えば尾崎まで車で5分で行けるようになった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。